こんにちは、ドクターネックスです。今回は悪性合成久々に行っていきたいと思います。星4を合成して星5にしていきます。ようやく粉が溜まってきたんでね。僕ね、まだ攻撃三次を引いたことがないんですよ。体力12っていうのは最大 40%、 こいつはもう最大40があるんで、まあ、再抽選ですな。次、はい、もう完全に再抽選ですな。心だけね、僕ね、あれなんですよ、粉がいっぱいあって本がないっていう。他は本がいっぱいあるんですけどね。この本もバレンタインの時の一冊じゃないかな。はい、いらんいらん。そう、何冊あったんだっけな。あ、そう、本が10冊ある。3つ合成できる。冷圧 5% っていうのは、あ、冷圧最大だね、これがね。まあでも僕、転身体1個しかないんだよね。技の転身体が欲しいがために合成を続けてるんですよね。それで全部揃うんですよ。チャッピーと転身体全属性2個ずつっていう。あれだな、ハゲの装備を外さないとだな。行くぜ。さっきの冷圧30が当たりですね。てか俺以前転身体でそういうの当てたよね。それを混ぜたのは本当アホだったな。確か心の転身体だったと思うけど。いやー、よかった、これ30かと思った。最抽選、最抽選。であれ、さっき心やったよね。力、確か力なかったんじゃないかな。そう、力はね、素材がない。ラスト即属性は1個しか余裕がないんです。粉が足んなかった。でこの穂軸に俺は攻撃三次をつけたいのよ。あれ、時計はどれも混ぜていいんだよね。
ックや混ぜてよし。今回あえてボタンを押さずに行こうか。コーギーサンジがちょっと前に見えたよ。はい、再抽選再抽選。今度は早めに。あ、攻撃30のとこで俺押したよ。押したように見えたよ。うわー、これと今同じだからな。ダメだダメだ、くそー。ほんとダメやな。これも一緒だろうな。よし混ぜよう。いやまあ果たしてこの即属性にこだわる理由があるのかっていうと、別にさ、なんか無月のためにやってたんだけど、いや1回ぐらい30引きたいじゃん。くそ。技ハチマキなんだこれ。これ分かりづらいな。ちょっとこいつレベル上げるか。こうしないと間違って合成しそうだな。うん、違う、冷圧これもあれなのか。混ぜないとこう。チャッピーだな。もうこれでラストにするわ。全然出ねえし。マジで混ぜられるものは全然ねえな。
あれ、心の時計ってなんだこれ。ああ、前混ぜなかったんだ。そう、再抽選のものが見つかんないからまた今度でっつったやつだ。混ぜちゃおう。押さない。完全敗北だな。もうやめるとか言ってたくせにガツガツいくっていう。いやね、ほんとね、攻撃30が欲しいの俺は。うんこ。これ混ぜよう。もう泥沼、泥沼だけど俺は行く。マジ本当に30当たんない俺。確率間違ってんじゃないの。あ、もう本当に混ぜるもんなくなった。終了。いや、心チャッピーがあるわ。これいらないやつだよね。ダメだ、もう本当。いや、まあ体調良くなってないですけどね。はい、開始1パー入れよう。悔しいわー、マジで悔しいわー。ラストだ、これでラストだ。もうこれ以上ない、本当にない。見ない、俺は見ない。さあ、くぅダメだ俺。俺のに攻撃30ってないんじゃないかな。何回再抽選したか分かりませんけど、もうダメでした。以上、ドクターネッケズでした。お疲れ様でした。もう惨敗です。お疲れ様です。